レッドサイド和心 VS ブルーサイドノバの試合です。波動ファイト。さあ、同じパラメータですね。そうですね。ということでやっぱ壁の使い方が勝敗に分かりやすいので、ここはタンカープレイヤーの、山高選手とコディ選手の配分ですね、使い方が結構大事ですね。先に張り込んできたのはノバ、ここで1点取れたの大きいですね。タンカーを倒せるのはでかいですね。この復活した後に張りたい壁に対してこう咎めに出るので、さあ結構さあ1点差で抑えられたので、壁の枚数的には和心側が有利なので、さあうまい、さらに追加点。しかし和心取り返してきて、いいね、一気に追いついてきましたね。流れを戻しましたね。ここはさあ壁いいですね、しっかり張ってきましたね。枚数一緒なので、またどっちに転ぶかわからないですね。残り時間が30秒です。さあここで、1点リード、ラストスパート残り20秒。さあ枚数1枚有利だったので、ここでさあ1点取って話しに行きますね。両展開してきましたね。さあここ1点取れるか取れないかですね。さあノバはここで食らいついて1点取れるのか。さあ割れ際も結構危ないですよ。さあうまい、バレギアを抜いてきた。さあ枚数は一緒、延長戦です。時間無制限で先に1点取った方が勝利のサドンデスマッチ。さあここからは気持ちの勝負ですので、アタッカーの気持ちが大事ですね。さあ和心は上さん選手がライフ1枚。やってますね。さあ避けてますね。避けてますね。さあタイガー選手も危ない。さあユウ選手が前出てヘイトを稼いでますね。そう。これでタイガー選手もライフ1枚。コディ選手がおー決めてきました。さあ対面同士でしたね。3対4でノバの。